い、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はですね、バングラデシュの南端コックスバザールの、友達の家にいます。皆さん、ニュースでも聞いたことあると思うんですけど、ロヒンギャっていう言葉知ってますかね。ここコックスバザールにはロヒンギャという人々、ロヒンギャ族が約100万人、難民キャンプで生活されているということで、まあ今回はですね、友達の友達のつてとかいろいろ得て、実際にですね、その難民キャンプを視察、させていただくということで、皆さんにですね、シェアできるかなと思います。で、そもそもですね、どうして100万人ものロヒンギャ族が難民キャンプで生活しているのかについていっぱい調べてみたんですけど、まあ現代の社会、いろんな情報が飛び交う中、まあいろんな意見の割れがあったり、まあ今回そこに焦点を絞るんではなくて、あくまで2023年4月、ロヒンギャの人々が難民キャンプで生活しているリアリティをですね、皆さんにシェアできたらなと思います。まあいろいろ僕調べてみたんですけど、ロヒンギャは今ミャンマーから迫害を受けている。で、どのような迫害を受けているのかというと、まあ、結婚の自由を奪われたり、移動の自由が奪われたり、強制労働させられたり、あと課税のされ方がおかしかったり、財産を没収されたり、まあ、そのような迫害を受けていると国際的な文面では書いてあります。まあでもそれは正しいかどうかわかりません。僕も実際に目で見てないし、現地の人に聞いたことではないんでわからないんですけど、そういった意見があります。で、どうして迫害を受けてるのかというと、まあそれについてはですね、めちゃめちゃたくさんの理由があるみたいなんですけど、まあ今回の動画では、2つですね、シェアさせてもらったらなと思います。まあ1つ目にですね、ロヒンギャっていう人たちは、そもそもバングラデシュとミャンマーの国境にある地区に住んでたみたいなんですけど、ロヒンギャの人々の言い分は、私たちはミャンマー出身です。ミャンマーの少数民族です。っていう意見なんですけど、ミャンマーの人々は、いやいやいや、あなたロヒンギャの人違いますよ。あなたたちはバングラデシュの不法移民でしょっていう意見のらしいです。まあ、それのね、意見の対立によって、まあ、今ですね、ロヒンギャは、ミャンマーから迫害を受けている。で、もう一つの理由に、まあ、宗教の違い。ロヒンギャはイスラム教らしいんですけど、まあ、ミャンマーは仏教、しかもかなり濃い仏教らしくて、まあ、現代ですね、イスラム教の人口がもうものすごい増えてるらしくて、もうキリスト教を追い抜くのではないかっていうぐらい人口の増加してるらしくて、まあ、ミャンマーは仏教なんで、まあ、イスラム教に飲み込まれるのではないかという恐れもあって、迫害してると言われてるみたいです。で、2017年にとある事件がありまして、ミャンマーに住む、ロヒンギャ族は国境を離れて、現在の難民キャンプに、追いやられたっていう歴史があるみたいで、まあそこの歴史もですね、イギリスが絡んできたり、第二次世界大戦が絡んできたりって、もうめちゃめちゃ複雑なんで、皆さんぜひ、調べてみてください。すごい興味深い内容です。ということでですね、明日ですね、実際に難民キャンプに行ってみて、その難民キャンプの現状、リアリティを皆さんにシェアできたらなと思います。はい、ということで皆さん、現在はですね、トゥクトゥクに乗ってロヒンギャ族が滞在する難民キャンプに向かっております。まあここからですね、コックスバザールから1時間かけたウキヤっていうところに、その難民キャンプがあるみたいなんですけど、まあ今回ですね、友達のシャビール君が、共に代行してくれるみたいです。 Do you understand Japanese? I do watch anime. I get a little bit of it. Little bit. OK. そう、皆さん、ここコックスバザールは、首都のダッカから8時間夜行バスで来たんで、まあバングラデシュの夜行バスのビデオとかもセカンドのバッパーライフの方で、シャビール君と共に撮ったんで、もしよかったら皆さん見てくださいということで、ロヒンギャ族が滞在する難民キャンプで向かいたいなと思います。はい、ということで、とある場所に着きました。はい、What's the name of the place here? Yeah, so the name of the place is Kutupalong. Kutupalong, okay. Yeah, this is the capital of the refugees. Here. Okay, so ということで、ここからが、難民キャンプのエントランスということで、まあ、入っていきたいなと思います。まあ今回はですね、彼が特別に何ていうグループでしたっけ、 ICDDR っていう団体に所属してるんで、まあ、特別に難民キャンプ今回見せてもらえるって感じらしいです。はい、ということで皆さん、ここが、難民キャンプの入り口で入ってきました。そう、こんな感じで、ロヒンギャの人々がいます。で、あそこ一帯全部キャンプのテントがガーッとある感じですかね。で、こんな感じでキャンプ1イーストブロック E とかいっぱいセクションがある感じです。So bro, how many camps there is here? There are a lot of camps if you
Like, for example, this is Camp 1. Camp 1, yes. Yeah, and it has around 5 or 6 parts. 5 or 6 parts. So in total, there are estimated to 24 camps. 24 camps. Yeah, they have actually many blocks. Many blocks, right, okay. So how many people are living in this camp total at the moment? So we estimate that around 1.3 or 1.4 million. 1.3? Yeah. Wow. 建物がですね、皆さん見えますか？これがテントです。まあ、僕が想像してたテントとは違う感じなんですけど、That's made from bamboo, no? All? Yeah? Yeah? 僕が想像してたのは、なんかのキャンプ用のテントみたいなところに、テントみたいな感じで、みんな滞在してるのかなって。で、結構狭いエリアなんかなと思ってたんですけど、やっぱり世界最大と言われてるだけであって、めちゃめちゃスペースはでかいです。で、子供たちもめちゃめちゃたくさんいるなって感じです。で今思ったんですけど顔つきがですね、まあ、皆さん見てもらうと分かると思うんですけどこのロヒンギャ族はミャンマーの少数民族って言ってる感じなんですけど顔つきはもうほんまバングラデシュ人ですミャンマーのアジアンフェイスみたいなのは一切ない感じですねでこのレフュージーキャンプの中にはこういった感じで売店とかもありますそう皆さん見てくださいこのとこに時計とか携帯とかも売ってますフォンショップここも服は売ってたりまあ僕が想像してたキャンプとはちょっと違った感じで、まあ、キャンプの中に、まあ、レストランとかがあったり 店がいっぱいいろんなタイプの店があったりしてる感じですね、まあ、でもゴミは相変わらずかなり多い感じです To be honest, like, as I can see so many people walking in the shops and the burger and stuff like this So they are allowed to work here? Yeah, inside the camp they are allowed to work but outside, legally they aren't Okay But they do sometimes Okay, so how they do the life course? Like for example, they need the money to survive, right? Yeah, they get assistance from the government and different you know, international partners. Okay, so how much they get per month, sometimes, something? They get around $10. $10 per day? No, food assistance per month. Per month, $10? Yeah, food assistance. 皆さん聞きました。10ドルですよ、1ヶ月、まあ、サポートもらえるの。Do you think it's possible to survive with $10 per month? Yeah, because you know all the foods they are provided by the camp. Okay, food is provided by camp. Yeah, so within the camp, everything, whatever they need to survive is provided by our international partners. Okay, so like medicals and the food and the stuff like this. Okay, and if you want to extra, you need to use with this $10, something like that. Yeah. I see, understand. まあこんな感じでカメラ持ってったら皆さん、子供たちが、たかってます。Hello. Hi, hi, hello.多分僕たちが多分相当珍しいんでしょうねもうキッズがもうずっとついてくる感じですはい。そうどんなもの売ってるのかっていうのをちょっと見てみたいなと思います What is this one? It's a chicken I actually don't know what this is バングラデシュ人もわからないと And this one? Fry That's fried something 揚げた揚げたものです中身は何なのかは分かりませんけどでみんなはなんかキャンディーみたいなよくアイスみたいなの食べてるんかねアイスキャンディー And what is this one? Little leaf A leaf 葉っぱを食べるみたいな葉っぱを They eat this one no? Ah, that's a chew and I get tobacco これがタバコショップみたいな子供がタバコ売ってるってね感じですすごいねめっちゃ子供かわいいな笑顔で They are selling ice cream アイスクリーム OK, this one ice creams And this one? Some sort of juice ジュースが売ってたり、まあ、結構いろんなフルーツとか食べ物もなんか個人で結構売ってるなって感じです They grow vegetables and fruits around here or what they do this one? So majority of the fruits they source it from outside From the outside, okay They import it here, they buy it from there They buy from there and resell it Okay And there are some of the trees as it was once a forest Okay They collect it and sell it It used to be forest here聞いた話によるとこの辺は昔ナショナルパークやったらしいんですけど、まあ、ナショナルパークを切り開いてこんな感じでキャンプにしてるみたいです And then how much food the government provides? For the everyone. For example, for every family, it depends on the number of family members, right? Yeah. So, for example, for a family of four, the government provides, you know, 30 kg of rice for a week. For weeks, 30 kg. Yeah, 30 kg of rice. Wow, seems like they eat a lot of rice, though, for a week. They provide, you know, a standard amount of food. Okay. Yeah, they provide, you know, rice, then oil. Oils. Then lentils. Lentil also. Yeah. I see.皆さんこういう感じで家一軒一軒にナンバーみたいなバーコードみたいなのが売ってある感じですでここが一軒あってで、まあ、メインロードからちょっと離れた小道に入るとこんな感じで家がこれ隣同士ですよね This is the neighbor, right? Two houses together yeah, yeah.
こんな感じで2つ並んでたり、まあ、1つの建物に、2家族住んでたりみたいな感じです。チキンちゃんもいますし、すごいな。でここがですねトイレらしいんですけど、まあ、トイレはみんな共同で使うみたいです。まあ、何軒も家あるんですけど、トイレはここに1箇所に集まってて、まあ、ここがトイレで、まあ、ここでみんなで協力してトイレを使うみたいです。で大きい方したらどないしようなの、ね、ティッシュも何もないしそのままなんかな。そう、まあ、ロヒンギャ族はイスラム教ということで、まあ、ここがモスクらしいです。こんな感じの建物です。でみんな、ロヒンギャ族はこんな感じでシャワーを浴びてる感じです。外で、井戸水ですかね、これ井戸の水を汲み上げて、こんな感じでみんなシャワーを浴びてます。エンジョイシャワーこんな感じのシャワーと、で横がトイレットです、まあ、かなり丸めで、で全部下垂れ流しなんで、やっぱりかなり衛生面は良くないと思います。匂いもかなりある感じです。特にあのシャワー浴びてるところとか、トイレがあるところは、まあ、普通のこう道歩いとってもあのかなりいろんな匂いが漂ってきて、まあ、今回マスク忘れてしまったんですけど、マスクもしとった方がいいみたいです。で、まあ、ロヒンギャの人たちは自分たちで村の中でお金を稼いで、それでこういったところ村のちょっと外に出たところの、チキンショップとかベジタブルショップ来て買って村の中に持ち込むって感じらしいです。 Actually like Rohingya people is able to go out or no? Legally they are not allowed to go outside. Yeah. They eventually go out. Ah, okay. To do what? Like they go shopping or something? Yeah, for shopping to earn a livingAnd the living, so yeah. You told me they are not allowed to work outside. Yeah, legally they aren't allowed. Yeah. But they do. They do. They are not allowed, but they do. Yeah. Ah, okay. And what they do, like kind of like outside of work? What kind of job, I mean? For example, they are actually not skilled workers, right? Yeah, skilled they worker, yeah. They have no basic education and all. Yeah. For example, if you want to work in Bangladesh, yeah. In any place, you need national ID card to work. Yeah, yeah, yeah. So they don't have it.Right. So where they work is they do laborious works. Okay. So working in fields, doing like a farm job, stuff yeah, like that. Yeah, and, I see. You know, for example, in this shop. Yeah, like a small shop. Yeah, okay. Yeah, he's a helper here.現在ですね、違うキャンプに向かってるんですけど、まあ、こんな感じでですね、キャンプの、周りはですね、こんな感じで柵みたいながしてあって、まあ、カメラとかもね、いっぱい仕込んであるし、すごいキャンプとキャンプの外っていうのはすごい区切られてる感じです。まあ、この辺なんかはこの柵を一線越えるとキャンプみたいな感じのなんかボーダーというか国境でもないんですけど、まあ、そんな感じで引かれてる感じです。まあ、でも来た感じ、まあ、みんなですねすごい笑顔でなんか幸せそうに生きてる感じです。まあ、まあまだ初めて来て10分か20分ぐらいしか経ってないからまだ分からないんですけど、そう、まあやっぱりこの世界最大の難民キャンプロヒンギャのキャンプはいろんな団体から募金してもらってるということで、まあ、募金した団体の、まあ、この家はこの団体から募金してもらってますとかいうのはこういう感じで看板でいろんなところにあるって感じですね。はい。Very hot here. Very, very hot. So, do you think how is the environment here? So, the sickness, like for example, they get some like illness or something. There are many NGOs working here. They always try to, you know, work for their betterment and so that they don't get any disease. But eventually, if they get, it would be, you know, very tough because they live in a very clustered area. Yeah, so it's very easy to spread. Yeah, it's very easy. So, what kind of sickness they get?Mostly here, you know, diarrhea, cholera, this kind of diseases are happening a lot of times. So, yeah. で、まあ、聞いた話によると、まあ、一番良かったのは餓死で死んでる人はいないと、いうのを聞いて、それはちょっと安心しました。まあ、いろんな団体があのサポートしてくれてるみたいなんで、ロヒンギャの人たちは食べるものには今のところ困ってないみたいで、ちょっと情報ではインターネットの情報とかでは餓死で死んでる人がたくさんいるみたいな感じであの書いてあったんですけど、まあ、そういうのはないみたいなんで、もう日本の団体さんもいっぱいこう入って、まあ、サポートしてるみたいなんで、まあ、そのおかげでみんなこうやって笑顔で生活できてるんだなと思うとホッとちょっとしましたね。はい。はい、ということで今なんですけど、How old is he? He's now 14, but when he came to Bangladesh as a refugee, he was just 9. So what do you do? You go to school now? He's in class 4, standard 4. Okay. I want to ask him, how can I say, how is the life here now? Khushi ekhane.
He's happy. He's happy? Yeah, because he thinks that life is better from there. Life is better here from there. There? Yeah, there life was hard. Oh, yeah, you know. So why it's hard? What kind of thing was hard? I cannot. Men in, you know, uniform used to come and used to treat them, their family, really badly. Beat them. People there, life there was pretty harsh. Okay, so he doesn't want to go back to Myanmar? No. He doesn't want to go back. He want to stay here. But that's going to be another problem. It's hard, you know? Yeah. That's interesting. Like, yeah. I expect people is going to say the life over here is much harder than, you know, used to be. Actually, opposite. Wow. 続きまして、まあ、ちょっと年配のロヒンギャの方に、ちょっとインタビューしてみたいなと思います。How is the life here? Refugee one area. Here is the life of a refugee. You have to struggle. So, but the kids was saying like they like their life better than used to be. So, what he think? No. Another answer. This is different. Not clear. It is very different. And it is not the. Okay. Myanmar was better than. Better. In Bangladesh, because this was the refugee life. Yeah. They have not enough everything. Not enough everything. Everything. Yeah. Okay. So you really wanna go back to Myanmar? Yeah. Yeah. Clear. Okay. Okay. What he is trying to say is the situation here is if you know normal if. They get all the facilities. Yeah, for example, food, security, shelter. They don't mind staying here. So what kind of discrimination they got when they were Myanmar? Discrimination is the only issue. If you want to go from one town in, to another within the Rakhine state, the military junta would have arrest them and keep in jail for around a year. Obviously, they take out the freedom of the movement, right? Freedom of movement. What about the marriage? Permission. So you have to take permission to get married. They need to get the permission to get the money from the government. They used to charge. They used to charge for money too. Yeah, they used to charge money to, you know, give permission. Sometimes it would take really, really long time to get the permission. If they don't have money, you can't marry. $50,000 to $60,000. What about they force you to work or no? No, Rohingya community la hona sa de. There was this freedom that you do whatever you want, but the government will not be giving you any government or any semi-government job. Yeah, you do whatever you want. Okay, so work it's not like It's okay. They can do whatever they want to do for work. Yeah, but you know there's not much opportunity or fund to you know start a business. Yeah. Or to you know do something on your own. And I hear like Rohingya people, it was charged so high tax than Myanmar local people. Is that correct or no? No. This law was really, really old. In existence around 28 to 30 years ago. Okay, not that kind of discrimination is not happening. No. The UN Bangladesh. When I see the news, like Myanmar soldiers, like government stuff, like they killed the, like Rohingya people's family. Is that true? Like they killed them? Yeah, this is true. This is true. They killed guys' families. Wow. Rohingya children and old men. Other old men, etc. Wow, that's horrible happenings. Yes. So what they hope? So they hope from Myanmar government they provide any support or what they hope? They would be happy to go back if they get all the you know basic human rights and facilities that citizens should get. That's their motherland, no? So they have to go back one day. So what they expect is the basic human rights. So they have their own farmland. So when they go back, they will again, you know, rehabilitate to their own old occupations. Might be harder than now, but exactly. they're okay with that. Yeah, they are okay with it. Okay. はい、ということで今やってきたのはですね、この辺ではですねロヒンギャの人たちが、難民キャンプで生活しているっていう情報がですね、いっぱいあるんですけど、実はですねここの場所にはもともといた人たちがいます。ローカルの人たちも、ロヒンギャに対していろいろ
意見があるみたいです。まあ、どんな意見かというと、もともとこの辺はですね、もう緑いっぱいで、もうフルーツもめちゃめちゃ取れてたし、まあ、建築材料とかも全部自給できてたところなんですけど、まあ、ロヒンギャがこっちに移り住んだ影響によって山切り開いて、でフルーツも、みんなロヒンギャの人たちシェアして、まあ、食料とか建築材も町に行かないといけないっていう現状で、まあ、その山切ったりすることによって、災害もめちゃめちゃ起きるし、農作物は育たないし、このローカルの人たちにとってはこうロヒンギャが来たことによってもう自分たちの環境は崩されてしまったと思ってるらしいです。まあ、そのねローカルの人たちもいろんなね話を聞いてみたいなと思います。 My question is like what they think about Rohingya peoples?Once this was this whole area was a forest. Now Rohingyas come and they actually come to their land and they cut they cut the trees, get away. Mm. For that, you can see that it's very hot here right now. Mm. It was not this much hot. Mm. Yeah, as there were many trees. Mm. But right now, after the Rohingyas arrive, mm-hmm. they are you know all the natural resources that mm. was once present in this area.It's now gone, and with whatever is left, it is also exploited by the Rohingya refugees. So, what they want Rohingya people to do? So, obviously, they want them to go back to Myanmar. Or can you ask them? I'm not saying what to do. I'm not talking about it. Even if he wants, mm-hmm. he can't do anything. So, even if the refugees mm-hmm. live here, they want the you know the international organizations or the national players, the national organization, national government mm-hmm. to do something for them.Yeah, that's so true, no? Because it's not fair, right? Yeah, they are from here, actually, right? で、まあ皆さんいろんな情報の裏にはやっぱりこういったあの闇がつきまとうんだなと思いました。なんですかね、ロヒンギャに対してはすごいサポートあるけど、まあこの地元の人たちには全然サポートないということで、まあ、地元の人たちはどん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 そのロヒンギャがこっちに移り住んできたことによって、生活環境が厳しくなって今もものすごい苦労されてるらしくて、まあ、彼らは彼らでロヒンギャにサポートを受けているのと同じぐらい彼らにもあのサポートが欲しいと、あと政府とかあといろんな団体から、まあ、あのフェアを考えるとこの人たちもサポートを受けないといけないんじゃないかなって、まあ、僕個人では思いました、うん、で、まあ、今家見せてもらってるんですけど、まあ、家は、まあ、あのロヒンギャのキャンプで見たよりすごい貧しい感じです、まあ、このね少数民族の方たちは約600人か700人らしくて、で、まあ、ロヒンギャの人たちは140万人ぐらいなんで、宗教も違うし、こっちの人たちは仏教やし、向こうの人たちはイスラム教、まあ、そんな感じで違いはあって、でこの辺のエリアの植物とかあのフルーツとかあと木とかもロヒンギャの人たちが勝手に入ってきて、取って帰るらしいんですけど、まあ、彼らは何も言えない。なぜかというと数でも圧倒的に違うし、もしなんか今までにも事件あったらしいんですけど、彼らがロヒンギャの人たちにここは私たちのエリアやから勝手に入って竹とかそういうあの材木とかあの食料とか取って帰らないでみたいな感じで抗議したらしいんですけど、ロヒンギャの人たちは140万人なんで1000人2000人がふわーって来て抗議されて、もう彼らにはもう何もすることできないらしいです。なんですかね、ここに来てみて思うんですけど、この人たちの方が逆にまた次ロヒンギャから迫害されてる感じですよね。なんで世界的にとか、まあ、日本のニュースとかでもロヒンギャ一本の目にしか映ってないんですけど、まあ、ロヒンギャがいることによって、まあ、地元の人たちもこういった生活をせざるを得ない状況になってるらしいです。まあ、今回来てみて、まあ、ロヒンギャももちろんですねシェアしたかったんですけど、こういった人たちのリアリティも、まあ、日本の皆さんに知ってもらえたら ありがたいというより嬉しいなと思います。うん、まあ、ローカルの子どもたちにちょっと差し入れしてあげたいなと思います。ローカルの人たちかわいそうよ。 Only this or more? ママや？ボボお菓子に包まれたな。これもみんなと分け分けするんで You have to give it to everyone, OK? Your friends みんなで分けてよ。じゃあね、Thank you Have a good day, bye, bye. はい、ということで皆さん、キャンプから出てきました。今回はですね、ロヒンギャの難民キャンプに来てみてですね、見てください、この子どもたちの笑顔、まあ、でも環境はですね、もう劣悪です。
まあでもちょっと安心できたのは、みんなですねフリー、無料のメディカルサポートが受けれるのと、あと食べ物も配給されて、お腹すこすかなく、餓死しないでみんな元気よくこうね飲んでるしね、なんか楽しく生活してるんで、まあそれはちょっと安心できたかなと思います。まあそれより、まあ地元の人がね現在こういったロヒンギャよりもっと貧しい生活に追いやられてるんやでっていうのを、まあ今回シェアできて、現地に来ないとわからなかった情報なんでシェアできたかなと思います。まあ僕はもうみんながみんなロヒンギャのみんながもうミャンマーに帰りたい帰りたいと思ってるのかなと思ってたんですけど、まあそういうことでもなく、まあみんなね子供とかでも大人とかもいろんな人に聞いたんですけど、帰りたいっていう人 50% 帰りたくないっていう人 50% 50% なんで、まあ人によってそういう意見も違うのかなと。まあその一つの意見に対してネットに上げることによってみんなロヒンギャの人はこう思ってるって勝手にですね、マインドセットされてたんだなとも、思いました。まあこんな感じですね、みんな見てください、笑顔がすごいフレンドリーでいい人たちばっかりです。なんで You like camp? Yeah? Yes. おー、みんな、まあ皆さんがですねドネーション、なんですかね、募金してくれたお金もここに使われているということで、まあたくさんの人、日本の人を募金してくれてありがとうという声も聞けましたんで、ということで、Yeah, OK, everyone, thank you so much, Rohingya, Yeah, thank you, bye bye, OK, Yes, Bro, it was very hard, no, this is hard, hard.フィリミングトでめっちゃ暑いし人多いし Thank you so much for sharing today and then good to know like all of the information you know What's actually happening here? OK ということで皆さんアディオス、バングラデシュからでございます。動画がいいなと思った皆さんチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。